どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのクレジットカード、アメリカンエキスプレスのグリーンカード、こちらのですね変更、リニューアルされたっていう感じですかね。こちら発表ありましたので解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、アメリカンエキスプレスのグリーンカード、こちらがですね変更、リニューアルされたというふうになっておりまして、アメリカンエクスプレスのクレジットカードっていうのは、基本的にね、海外旅行のね、付帯特典がね、強いカードっていうね、イメージをね、持っている方が多いかななんていうふうに思うんですけども、今回ね、それが払拭するみたいな感じで、このアメックスのね、グリーンカードは日常的にね、フォーカスしたっていう感じのね、カードにね、今回変更になりましたっていうふうになりますんで、人によってはですね、朗報、人によってはね、解約みたいな感じにね、なるかななんていうふうに思いますので、今回ねどんな感じで変わったのかっていうのはですね、解説やっていきたいなっていうふうに思いますので、発行を検討されている方、もしくはですねこの変更に関してはですね、既存で持っている方もね対象になりますんで、保有されている方ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、こちらね公式サイトの画像ねちょっと載せておきますけれども、アメリカンエクスプレスグリーンカードって書いてありますよね。はい、ということで今回ですね、このアメックスのグリーンカードね、名称からね、変更になっております。今までもですね、アメックスグリーンって私も呼んでたと思うんですけども、一応ね、アメリカンエクスプレスグリーンカードっていう名前に変わりました。今まではですね、アメリカンエクスプレスカードっていうね、名前だったんですよね。一応ね、グリーンっていうね、名称は今まではね、入ってなかったんですけども、今回からですね、アメリカンエクスプレスグリーンカードっていうね、名前に変更になりました。名前が変わっただけなんでどうなんだっていう話なんですけども、正式にね、アメリカンエクスプレスグリーンカードっていうね、名前がつきました。で、変更点なんですけども、まずね、今までアメックスグリーンっていうのは年会費が税込み13,200円のね、クレジットカードだったわけなんですけども、今回ね、変更になりまして、月会費制にね、変更になります。簡単に言うとね、サブスクみたいな感じですよね。はい。年会費の請求から月会費の請求で、月会費は月1100円のね、月会費っていう風になりますんで、これね、今まで年会費13,200円だったのが、そのまま12で割ったっていう風になりますんで、月会費でね、1100円の月会費のかかるクレジットカードっていう風になります。月会費1100円だったらね、ちょっと安いかななんていう風に思う人もいるかもしれないんですけども、実際にはですね、年間を通して支払う金額としては、今までにね、変更はないんですけども、これからはですね、月会費でね、請求が来るっていう風になりますんで、毎月ね、1100円の請求がね、来るっていった形になります。で、この変更に関してもですね、既存の会員の方もね、適用になりますんで、2023年の3月以降の年会費の請求から、今ね、既存で持っている方も、月会費の請求にね、変更になっていくっていう風になりますんで、持っている方はですね、ぜひね、覚えておいてください。で、次にですね、旅行特典ですね。冒頭にもね、言ったと思うんですけども、アメックスのクレジットカードはね、旅行系のね、特典が結構ね、付帯で付いているクレジットカードなんですけども、まず空港のラウンジですね。今までこのアメックスプラチナカードとかもそうなんですけども、このアメックスのクレジットカードっていうのは持ってますよね、本会員で。私本会員持っています。で、もしね、妻が家族カード持っていない場合であっても、同伴1名までクレジットカードラウンジっていうのは入ることができるんですよね。これデフォルトでアメックスのクレジットカードっていうのは、マリオットボンボイもそうですし、ヒルトンとかもそうなんですけども、どのクレジットカードでもですね、基本的に同伴1名までですね、カードラウンジっていうのは利用することができたんですよね。ですので、本会員でね、家族カードを持ってない方であってもですね、ご夫婦とかでね、カードラウンジ入ることができましたし、ご夫婦でね、本会員と家族カード1枚ずつ持ってたらですね、1人ずつ同伴1名ずつ入れますよね。ですので、家族4人でね、カードラウンジ利用するみたいなね、そういったこともできてたわけなんですけども、今回ねアメックスグリーンに関しては同伴者の、この無料特典ですね、なくなるっていう風になりますんで、無料でね利用することができなくなりますんで、この点はねご注意ください。またですね、海外旅行系のね、特典がかなりね終了いたします。ちょっとね読み上げちゃいますけども、手荷物無料宅配サービス、無料ポーターサービス、大型手荷物宅配優待サービス、空港クロークサービス、エアポート送迎サービスということで、こちらね今読み上げたものすべて終了いたします。これね知った時ねかなりびっくりしたんですけども、
メックスのクレジットカードっていうのはこれの特典がね全部付帯しているクレジットカードなんですけれども、まあ私がね実際に利用したことあるっていう特典で言うと手荷物無料宅配サービスですね。このねアメックスのプロパカードっていうのはまあグリーン、ゴールド、プラチナありますけれども、手荷物無料宅配がですね非常に優秀なんですよね。このアメックスプラチナはね往復で2個までね無料で送れたりするんですけども、グリーン、ゴールドはですね往復でスーツケースとかをですね羽田、成田、中部、関空だったかな、こちらにまあ往復でね無料で利用できますので、まあ1個ね送っといて海外旅行に行ってで帰ってきた時に無料でね1個送るみたいな、まあそういったことはね利用することができてたわけなんですけども、このアメックスグリーンに関してはですね手荷物宅配サービスは終了っていう風になりますんで、こちらね利用することができなくなるっていった形になります。でですねちょっと驚きなんですけども、ここまでですね海外旅行系のね特典は終了するんですけども、プライオリティパスの年会費無料特典はねあるっていった形になりまして、こちらプライオリティパスっていうのは本来ですね年会費がかかる制度で、まあ、その中に会員があってスタンダードとかプレステージとかねいろいろあるんですけども、まあ、このアメックスグリーンに付帯しているのはですねこの入会金だけ免除される特典が残ってですね、まあ、実際に利用する分には1回32ドルがねかかるわけなんですけども、プライオリティパスのね特典が残るっていった形になります。これちょっとなんで残ってるのかちょっとよくわかんないので、これもしかしたらね今後変わるかもしれないですけども、まあ、現時点ではですねこちらね残っているっていった形になります。で次にね新規に開始になる特典ですね、ここがね一番気になるところだと思うんですけども、まあ、今回ね冒頭にも言った通り日常的にね利用できる特典がね、開始になるっていう風になりますんで、各種サブスクとかね習い事、まあ、そういったものがですね今回ね特典として追加になるっていった形になります。ちょっとこちらもねかなり種類がありますんで呼び上げちゃいますけども、ブランドバッグのレンタルの、優待、まあ、優待料金ですね、腕時計のレンタルの優待料金、エノテカオンラインいつでも 5% オフ、こちらねワインが優待料金で買えるみたいですね。であと映画の優待だったり本の要約サービスフリアっていうのがちょっと読み方わかんない、こちらの優待料金で、ベルリッチの英会話優待、手前のメニューってありますよね、あちらの優待で、ベンツ、車のベンツですね、こちらのレンタル、ボーナスポイント特典、こちら100円で5ポイントね貯まるそうです。でそれ以外にもですねセキュリティ対策ソフト優待ということで、まあ、これねなんか SNS のねセキュリティソフトを優待価格で使えるみたいな、まあ、そういった特典みたいですね。まあ、こういった形になっておりまして、これね現時点で公式サイトにね載っている情報になっておりまして、公式サイトにはですね、まあ、利用時には諸条件がありますみたいなね記載がありますんで、まあ、もしかしたらねカードを持っていても何らかの理由で利用できない場合もねあるのかもしれないですけども、一応ねこういったサービスがですね付帯するっていった形になります。でこれ以外にもですね新規にね追加になるね特典がございまして、スマホプロテクションサービス、こちらねアメックスのこのプラチナとかですね ANA アメックスゴールドとかですね結構前にねサービスが始まったこのスマホプロテクションサービスなんですけども、まあ、こちらはですねアメックスグリーンにもね付帯されるっていった形になります。保証範囲はですねスクリーン割れの損害を含む、破損、火災、水漏れ、盗難っていう風になりまして、まあ、保険適用中であれば、年間3万円だったかな、年間ですよね、はい、年間3万円付帯があると。でこちらね1年間で3万円まで保証してくれるっていう風になるんですけども、保険発生時点でですねスマートフォンの通信料金をそのカードで払ってないとこちらね適用にならないっていう風になりますんで、まあ、この点はね注意してください。またね免責っていうのがありまして、まあ3万円までね保証はされるんですけども、こちらね、破損、火災、水漏れの場合は、免責1万円、盗難の場合は 1.5 万円ということで、まあ、こちらですね免責金がありますんで、まあ、3万円保証されるんですけれども、まあ、実際に保証されるのは、水漏れの盗難の場合は2万円、盗難の場合は 1.5 万円っていう風になりますんで、まあ、免責がありますよっていうことはですね覚えておいてください。でそれ以外にはですねアメックスのクレジットカードっていうのは、まあ、海外旅行保険だったりショッピングプロテクション、オンラインプロテクション、リターンプロテクションとかね、まあ、こういったプロテクションありますよね。ここら辺に関しては今まで通りね変更なしで利用することができるっていう風になりますんで、まあ、今回ね、まあ、大きく変わったところで言うと、まあ、スマホプロテクション入りました。で海外旅行系の特典がね
プライオリティパス以外全部なくなりました。で、新規でね、あのサブスク系の優待が追加になりましたっていった形になります。本当にね、今回の変更でこのアメックスのグリーンカードっていうのは本当に海外旅行にね強いクレジットカードっていうよりかは本当に日常的にね利用できるサービスで、まあ、それでね、日常生活に寄り添ったねサービスを、まあ、増やしてきたっていう感じですよね。まあ私個人的なね意見を言わせていただくと、まあほとんど使わない優待ばっかりですんで、まあ今回のね発表は、まあ、解約っていう感じになりますかね。まあ私ねグリーンカードって発行したことがないので、まあ持ってないんでね、何とも言えないんですけども、もし私がね持ってたとすると結構残念な変更点かなっていう感じですね。やはりアメックスのねクレジットカードっていうのは手荷物宅配サービスがね往復で利用できるっていうのは、この価格帯のねクレジットカードで往復利用できるって、しかもこれ無制限で利用できるんで、まあ、これね基本的に私が知る限りねないんですよね。楽天トラベルのプレミアムカードとかでもこの手荷物宅配サービスっていうのはまあ確か年2回とかなんで1回往復使ったら終了みたいな、そんな感じだと思うんですよね。ですんでこれが1万円ちょっとの年会費で手荷物宅配ね利用できるっていうのは結構アメックスのねグリーンカードの強みかななんていうふうに思ってたんですけども、まあ、ここも終了になってしまいますし、カードラウンジもね同伴者有料になってしまうっていうふうになりますんで、まあ私個人的な意見からすると、まあ、ちょっとね今回の変更は、解約っていう感じになりますかね。はい、ということで今回ですねアメリカンエキスプレスグリーンカードがですね、今回リニューアルされたということで解説ねさせていただきましたけども、まあ保有されている方はですねかなりね内容変更になるっていうふうになりますんで、まあ新規に発行される方変更保有されている方はですねぜひねよく検討して継続発行ね決めていただければなと思います。ちなみにですけども今アメックスのねこのグリーンカードのポイントプログラムに関しては今まで通りのね変更ございませんので、アメックスのリワードポイントがね100円で1ポイントね貯まるカードっていう風になりますんで、まあここら辺に関してはね一切変更ございませんので、この点はね安心していただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。ぜひね思われることねございましたらコメントねいただければなと思います。結構ね大胆な変更ね入れてきたなっていう感じですよね。どのぐらいの人が発行してどのぐらいの人が解約するのかねちょっとわからないですよね。多分海外旅行系をメインに使ってた人はですねちょっと今回の変更でね多分解約される方がね多いんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、ぜひね保有されている方いらっしゃいましたらですねコメントねいただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。